ジャッジ・ロイ・ビーンのサルーン、ジャージー・リリー。テキサス州、ラングトリー。1900年頃、ウエスタン・サルーン内市サルーンは、開拓時代のアメリカ西部に特有のバーである。サルーンは、漁師やカウボーイ、兵士、先が掘り、甲府、ギャンブラーといった客向けのサービスを行っていた。最初のサルーンは、1822年。 ワイオミングのブラウンズホールで漁師にサービスするために開業した。1850年代後半になるとサルーンという言葉は酒や食事を出し副次的に宿泊もできる施設として住所録に登場し一般に使われるようになった。1880年頃にサルーンは最盛期を迎えた。例えばカンザス州レブンワースには 約150件ものサルーンと4件の卸酒屋があった。1880年代前半にサルーンと醸造所の関係が緊密化した。サルーンの数が過剰になる中、醸造所は自らサルーンを経営するイギリスの特約主張のシステムを導入し始めた。醸造所は多くの店舗、特に理想的な角地にある店舗を購入した。そして、 ちょうどヒントビリヤード台やボーリングのレーンといった娯楽設備をつけてサルーンの経営を希望する者に店舗を賃貸した。手立醸造所などいくつかの醸造所では顧客を呼び寄せ自社のビールを宣伝するため凝ったサルーンを作った。法律も醸造所が経営するサルーンが増加する一因となった。シカゴの市議会は酒場対策で強化が必要になった警察に 支出するため、1883年から1885年の間にサルーンの免許料を50ドルから500ドルに引き上げた。しかし、個人のオーナーでそのような金額を支払う余裕があるものは少なかった。政治家も仕事柄地元のサルーンに頻繁に通った。読み書き能力が劣る人々にとってサルーンは仕事や住まいに関する情報の交換に重要な場所であり、 経験豊かな政治家は、それらの人々を自分の評伝にすることができた。工場地区では、サルーンは、給与支払い小切手を監禁する場所であるとともに、職業紹介所や組合の集会所になった。酔っ払いが女房を殴る姿を描いた、禁止運動の百8 9 3年になると、反サルーン連盟が、サルーン反対運動を始めた。連盟は、 1895年には全国組織となり、以前から活動していたキリスト教婦人禁止同盟や禁止党を追い抜き、アメリカにおける最もで強力な禁止勢力に成長した。連盟は蒸留酒やビール、ワインの製造や輸入を禁止する法律の制定に向けて政府の全階層に対してロビー活動を行った。牧師たちは1906年に連盟の支部が ユマ、ツーソン、フェニックスに誕生した後、アリゾナ州のサルーンを閉鎖する努力を開始した。連盟のメンバーは、サルーンが閉店時間を違反したり、女性や未成年者にサービスしたという理由で、サルーンの営業免許を取り上げる用事元の警察に圧力をかけ、かつ、これらの違反を証言する承認を準備した。禁止運動は、1920年に、 合衆国憲法修正第18条が可決され、憲法上、全国的に禁止となったことで大勝利したが、禁止法は1933年に廃止され、完全に敗北した。伝統的なサルーンは、禁止法ができるはるか、昔に衰退していた。自動車が客を奪い、ニッケルオデオンも、娯楽の座を争った。平日の禁止を求める雇い主も増え、保険所も、 フリーランチに関する規制を定めた。しまいには、第一次世界大戦時に、ドイツに関係ありそうなものがすべて攻撃対象となっただけでなく、醸造が一時禁止になった。フリーランチは、客を引き寄せるために、無料の食事を提供して、収益を他のサービスから稼ぐ販売手法である。年代から年代の文献に登場し始めるが、 アメリカ各地のサルーンで一般的な監修になった。これらの店は最低一杯の飲み物の購入で無料の食事を出したが粗末なものもあればとても手の込んだものもあった。これらのフリーランチは通常飲み物一杯の値段より高い価値があった。サルーンの経営者はほとんどの客が2杯以上飲み物を頼み、また後日再び客になることを期待していたのである。 サルーンの形態はできた時期と場所により様々である。街が発展するにつれサルーンはより豪華になった。バーテンダーは外見と飲み物を注ぐ能力を自慢した。初期のサルーンや壁地のサルーンは最低限の家具だけでほとんど装飾もないそやな雰囲気であった。そうした建物では冬の間焚き火ストーブで暖を取った。入り口のスイングドアは バネがついて両方へ開く。西へ向かう旅行者で、その馬車から酒を売った者も,もいた。そして、芝や古い小船の船体といった手元にある材料で建てたり、丘の側面を深く掘っただけのサルーンもあった。街が発展すると、多くのホテルにサルーンが併設され、また、手すりが有名だったオレゴン州ダマスカスのバーロー、トレールサルーンのような独立経営のサルーンができた。 サルーンの形態は民族により特徴があった。アイルランド系は酒はウィスキーで女性は裏口でしかサービスを受けられない立ち飲みのバーを好んだ。ドイツ系のサルーンはより照明が明るくよりテーブルにレストランの料理とビールを出しそうでより家族客向けであった。ドイツ系は日曜営業や離れた住民のためのビアガーデン営業に関して しばしば禁止運動と争った。他の民族はサイドボードに郷土料理を並べ、スカンディナビア系やユダヤ系、ギリシャ系、イタリア系のグループは落ち着ける社交クラブを好み、人前で飲酒することは少なかった。アリゾナ州ビスビーのオリエントサルーンでの賭博風景、1900年頃、CS フライ撮影。サルーンには踊り子がおり、うち何人かは、 臨時もしくは常に売春婦も務めていた。多くのサルーンでは、ファロ、ポーカー、ブラグ、サンカードモンテ、サイコロ賭博が行われた。サルーンが繁盛して競争が激化すると、ビリヤード、ダーツ、ボウリングなど、ゲームの種類が増えた。その他、ピアノの演奏、フレンチカンカン、小寸劇が演じられたサルーンもあった。こうした娯楽は、現在、カンザス州、 ドッジシティにあるロングブランチサルーンのロングブランチバラエティショーで再現されている。誕生して間もない街にできた最初のサルーンはしばしばテントや掘ったて小屋でしかなく原料が純アルコールに絡める紙タバコという自家製ウイスキーを出していた。サルーンの経営者は利益を増やすためテレビン油やアンモニア、火薬、海塩ペッパーで良質のウイスキーを薄めていた。 それらの特製種は、タングルフット、フォーティー、ロット、タランチュラジュース、タオスライトニング、レッドアイ、コフィンバーニッシュといった名前で呼ばれた。その他、テキーラとペヨーテ茶を混ぜたカクタスワインやウィスキーとブラックベリー種から作ったミュールスキナーも出された。サルーンは、ウォータリングトラフ、バグハウス、シバン、カンティーナ、グラグシャップ、ジンミルとしても知られていた。 街が発展するにつれ、サルーンは衣装を凝らした作りになり、ボヘミアングラスを出し、壁には油絵が飾られた。酒の品質も良くなり、アメリカ東部やヨーロッパから運ばれたウイスキーが売り物になった。偽酒を避けるために、客は変わったカクテルを注文した。1881年には、クラレットサンガリーやシャンパンフリップといったカクテルが、上位10種の酒の中に名を連ねた。 大半のサルーンには冷蔵設備がなかったので、ビールは大抵室温で出された。1880年に、アドルファスブッシュが自分のバドワイザーブランドに冷蔵及び、低温殺菌法を導入した。いくつかのサルーンでは、店内の棚に置かれた小さい樽でビールを保存していた。ビールを自家醸造したサルーンもあった。ネバダ州とノパーにあった、ワイアットアープのノーザンサルーン。 1902年頃。左側の馬上の女性はおそらく、ジョセフィーン・アープ。有名なサルーンには、モンタナ州マイルズシティのファーストチャンスサルーンや、カンザス州、アビリーンのブルズヘッド、コロラド州、エルドラのアーケードサルーン、コロラド州、クリードのホーリー・モーゼズ、カンザス州、ドッジシティのロングブランチサルーン、アリゾナ州トゥームストーンのバードケージシアター、ネバダ州バージニアシティのバケットオブ、 ブラッドサルーン、テキサス州ラングトリーのジャージーリリーがある。これらの店の多くは、週7日、1日24時間営業していた。アメリカ西部の逸話の中でも有名な事件がサルーンで発生している。その一つが、カンザス州アビリーンのブルーズヘッドで起こった事件である。居酒屋のオーナー、フィルコーが、居酒屋の壁にペニスを勃起させたお牛の絵を描いて、 町の住民を怒らせたとき、保安官のワイルドビル被告は、その絵を消さないなら店を焼き払うと脅迫した。そして、その作業する者を雇ったため、こうは怒った。二人は敵同士になり、後日の口論の際に、ワイルドビル被告はこうを殺害した。ワイルドビルは、保安官、ガンマン、ギャンブラーであったが、1876年8月2日、 サウスダコタ州デッドウッドのサルーンナンバーワン例でトランプをプレイ中にジャック・マコールに後頭部を撃たれて殺された。その時の彼の手札から言い伝えでは A のペアと8のペアマイナスはデッドマンズハンドと呼ばれるようになる。元保安官でありファロのディーラー、ギャンブラーであるワイアットアープはサルーンで働いたり個人または共同でサルーンを経営した。彼と兄弟二人は 1879年12月1日、アリゾナ州トゥームストーンに行き、そして、1881年1月、オリエンタルサルーンのオーナー、ルーリッカボーから、マネージャー兼用新坊として、働くのと引き換えに、オリエンタルサルーンにおける、ファロの権益の4分の1を得た。ワイアットは、オリエンタルサルーンで、ファロ賭博を行う手伝いをしてもらうため、友人であり、 保安管轄ギャンブラーであるバットマスターソンをトゥームストーンに招いた。1884年、ワイアットと妻、ジョセフィーン、弟、ウォーレン、兄、ジェームズとその妻、ベッシー・アープはトゥームストーンを去り、別のブームタウンであるイーグルへ行った。ワイアットはマレーイーグル採掘区で金を探した。そして彼らはサーカスのテントの中に ホワイトエレファントという名のサルーンを開いた。地元の新聞は男たちに像を見に来ることを勧める広告を出した。1885年にはワイアットとジョセフィンは鉄道開通間近で不動産ブームが進行中であったサンディエゴへ移り約4年間そこに泊まった。ワイアットは急騰していたサンディエゴの不動産に投資した。 1887年から1896年頃までの間に彼はサルーン券賭博場を3件買った。1つは4番街、他2つは6番街と E 番街の近くにあり、いずれも街の立派な場所にあった。そこではファロ、ブラックジャック、ポーカー、キノとペドロやモンテのようなビクトリア風のゲームを含む21種類のゲームがプレイされた。ワイアットは ブームの頂点では一晩で最高1000ドルを稼いだ。また、ワイアットは5番街のルイス銀行にあったオイスターバーを特に好み、経営していた。1897年秋、ワイアットとジョセフィンはアラスカのゴールドラッシュに加わり、アラスカ準州ノームへ向かった。ノームでワイアットは1899年の夏の間、食堂を営んだ。そして9月には、 チャールズ・エリズワース・ホクシーと共同で、ノーム最初の2階建て木造建物で、最大かつ最も豪華なサルーンである、デクスター・サルーンを開業した。この建物は、床が70倍30フィート、天井までの高さが12フィートと広かったので、様々な目的で使われた。ワイアットとジョセフィーンは、約8万ドルを稼いで、1901年にカリフォルニアに戻った。 1902年2月、彼らは金が発見され、ブームが続いていたネバダ州トノパーへ行った。ワイアットはトノパーでノーザンサルーンを開き、JK エミット連邦保安官の下で連邦保安官代理となった。そしてサルーンとギャンブル、鉱山の権益で一稼ぎした。ありがとうございます。